初代キッチナー伯爵保冷所ハーバートキッチナーは、イギリスの陸軍軍人。最終階級は減衰。初代キッチナー伯、ガーター勲爵士、聖パトリック勲爵士、バス最上級勲爵士、メリット勲爵士、インドの聖最上級勲爵士、聖ミカエル及び聖ゲオルギウス最上級勲爵士、インド帝国最上級勲爵士、ビクトリア女王付副官。 数密顧問官の称号を持つ。第一次世界大戦が開戦すると、陸軍大臣に任命され、1916年の島でその職を務めた。キッチナーは1850年6月24日、アイルランド南西部リストウェール近郊のケリー県、バリー・ロングフォードにおいて、陸軍中佐ヘンリー・ホレーショ・キッチナーと、フランシス・アン・シュバリエ・コールの間に生まれた。ホレーショは、 父から受け継いだ名前だが、ネルソン提督にあやかったものだった。幼少期は、スイスの寄宿学校で教育を受け、その後本国のウリッチにある、王立陸軍士官学校に入学した。1870年12月に、士官学校を卒業して、公平将校に任官する前に、1871年の不仏戦争の際には、フランス軍に志願した。 その後測量部隊の将校として、パレスチナ、エジプト、キプロスで任務に就きつつ、アラブ語を学び、アラブの習俗に慣れ親しんだ。その後1879年に、アナトリアのカスタモヌエ副領事として、赴任、1884年にはスーダンにおける、ゴードン将軍救出隊に、情報士官として参加し、司令官、ウルズリー将軍を補佐した。 この間彼のフィアンセであったハーマヨニー・ベーカーがチフスによりカイロで18歳で亡くなっている。彼はその後結婚することがなく子も存在しない。キッチナーはホモセクシュアルであったとする歴史家は多い。1886年から1899年にかけて行われた二度目のスーダン遠征により、彼は国民的名声を得た。選考により、 ビクトリア女王の副官に任命され、バスクン賞を授与された。大英帝国の中エジプト軍の司令官となった彼は1898年9月2日、オムダーマンの戦いでマフディストスーダン軍を破り、その数ヶ月後にファショダ事件が発生すると、フランス軍部隊に対し断固とした態度をとり、イギリスのスーダン支配を決定づけた。 1898年11月18日これらの公により初代キッチナー男爵位を授与された。彼は引き続きスーダンに泊まり鉄道の施設や高等教育に力を入れた。ハルツームのモスクの修復を命じイスラム教の休日である金曜を休息日とした。スーダンにおける信仰の自由を定めキリスト教の宣教師の活動の抑制に努めた。 第二次ボーア戦争が始まると、フレデリック・ロバーツと共に1899年12月に到着した増援軍の指揮をとり、1900年にロバーツが病気により構想された後は、イギリス軍の葬式を取った。ボーアの正規軍に勝利した後、1901年2月に、イギリス政府が和解交渉を決裂させると、キッチナーはロバーツの立てた計画に従い、 ボーア側指導者の一部と通じて、ボーアゲリラ内部に対立を引き起こした。凄惨な戦闘が続く中で、ボーア軍は市民の家や農場を破壊したため、市民はイギリスの用意した収容所へと移らざるを得なくなった。当初は住処をなくした人々のための人道的措置として始まったこれらの収容所の状況は、ボーア市民の流入が増大するにつれ急激に悪化していった。 1901年後半には大部分が改善されたものの、これらの収容所の存在は国内外の厳しい非難を浴びた。防ア軍の取った戦術の一つにイギリス軍捕虜の制服を奪いそれを身につけて偽装することがあった。キッチナーはボーア人兵士がイギリス軍の制服を身につけていた際には、その場で即決の裁判を行って処刑するよう命じた。 キッチナーはその後この命令を発したことを否定したが、この命令はブリーカー・モラントの裁判の永遠となった。1902年ベレーニギングで調印された、講和条約によって6ヶ月間続いた戦闘は終わった。この間キッチナーはボーア軍だけでなく、ケープ植民地の交換、本国政府も相手にしなければならなかった。講和条約によりボーア人による自治が一部認められた。 講和の6ヶ月後、キッチナーに死者忌位が与えられた。キッチナーには、英印軍の司令官の地位が与えられ、インド軍の立て直しに尽力した。キッチナーは1910年に元帥に昇進し、1911年から1914年には、エジプトの英国代表剣僧領事を務めた。1914年6月には、白尺位が与えられ、 最子のいなかった彼のために兄弟、名への相続が特別に定められた。キッチナーの母兵ポスター、英国は君を必要としている、サラエボ事件により、第一次世界大戦が開幕すると、アスキス首相は、キッチナーを、陸軍大臣に任命した。短期戦に終わると予想する閣僚たちの楽観論に、対し、キッチナーは、戦争が少なくとも3年以上は続き、 これまでの戦争からは考えられないほどの犠牲を必要とすると正確に予言してみせた。彼の指導のもと大規模な新兵募集が開始された。指を突きつけたキッチナーの顔を廃したポスターは後に大戦の象徴とされるようになった。この募兵により300万人もの国民が入隊し、この募集兵は既存の職業軍人に対してキッチナー陸軍と呼ばれた。 膠着状態に陥った西部戦線の圧力を弱めるため、キッチナーはアンザックを用いたアレクサンドレッタへの進行を提案した。アナトリア半島の付け根に位置し、キリスト教徒が多く住むアレクサンドレッタは、オスマン帝国中心部から中東へ向かう鉄道網の起点であった。しかし右翼曲折の末、当時海軍大臣であったチャーチルの主張した。 英仏艦隊によるイスタンブール攻略とガリポリ作戦が決定された。チャーチル嫌いであり、自分の提案した作戦に横槍を入れられたことで、キッチナー陸軍はチャーチルの海軍への作戦の協力にははだ、消極的であり、援護のないままで戦ったことで、オーストラリア、ニュージーランドの義勇兵を中心としたアンザックは、ガリポリで大きな損害を被り、作戦は失敗した。 責任を問われてチャーチルは免職された。キッチナーは1915年の砲弾危機もあり、アスキス首相に辞任を申し出た。アスキスはこれを遺留しキッチナーも職に止まったが、軍需品に関する責任はロイド・ジョージ軍需大臣に移った。1916年3月に計画されたロシアへの施設派遣では、キッチナーとロイド・ジョージが派遣されることが決定したが、 ロイド・ジョージは新設の任務に対処するため、キッチナーがカイ路単独でロシアへ向かうことになった。キッチナーはスカパフローから走行巡洋艦ハンプシャーに乗り込み、ロシアのアルハンゲリスクへと向かった。1916年6月5日、ハンプシャーはオークニー諸島の西で食来し、沈没した。キッチナーとその爆料、655人の乗組員の うち643名が死亡した。キッチナーの遺体は発見されなかった。同じ日にキッチナーアーミーの最後の師団がドーバー海峡を渡り、西部戦線が横切るフランドルへと向かっている。ハンプシャーの撃沈には、ドイツ側の工作員、フリッツ・ジュベールデュケーンの関与があったとされ、後に彼は、キッチナーを殺した男と、通称されるようになる。彼の死から1ヶ月後、 優れた業績を記念して、キッチナー教記念財団が組織された。財団は、戦争による負傷者へ、物質的、経済的援助を送ることを目的としている。第一次世界大戦が終結した後は、機関兵やその指定に高等教育を受けさせる、奨学金として用いられ、現在に至っている。ありがとうございます。